どうもルジクニでございます。さーてザクザクアクターズ続きをやってまいりましょうか。今回もまあ EX ダンジョンのね探索をしていきたいなと思っております。お百鬼夜行スイッチ。このスイッチは超強敵撃破後に低確率で修羅に出現するもの。選択肢で押し込むを選ぶと敵シンボルが百鬼夜行状態のものになります。青や赤の死神シンボルからいつもと違った超強い敵が出現するようになる。修羅突入時に低確率で発生する同盟のイベントと違いスイッチを押してもイベントの出現率は上昇しません。本来はスルー推奨スイッチですが一部の強化敵には固有ドロップがありますのでそういうのをお好みの方はどうぞ。EX レインを倒してからかな。まだ赤い敵とか倒せてないやついるんだよ。一旦ちょっと置いとこうか。おダークデイリッチ。怖いけど勇気を出して探索中。いえ、やっぱりこれ私にはちょっと早かったかも。ピーピー。勇気を出して進むのはかっこいい。お前褒めてくれるんだな。そうかそうだよな。よし、コウモリ課長。お前、今日からお前は部長だ。ピーピー。なんかコウモリが部長に昇進してる。もしもーし。お前たちも来てたのか。どうだ、私は修羅だって断言しちゃうんだぞ。すごい存在感だろう。しかもパーティーを組んでるからな。なあ、コウモリ部長。ピーピー。秘密結社はデイリッチも部長になりたい。闇秘密結社にする役職、そういうのないから。ん、でもこのまま一人で冒険させるのは危険ね。私たちと一緒に行かない？頼れるパーティーとご一緒したいですわ。チキンな野郎だな。そういうことなら力を貸してやってもいいぞ。では、修羅を脱出するまでは一緒に行こう。今の障害だ。こちらがコウモリ部長。こっちがコウモリ係長で。ピーピー。ごめん、課長補佐に昇進したんだったね。ごめんって。デイリッチは？いや、国王の方が課長より強いから、とにかく一緒に行きましょう。大船に乗ったつもりでよー。はー、なるほど。脱出するまで一緒に行くパターンね。お？赤ん坊の泣き声が聞こえる。金貨から光が返ってきた。お？もう一度奥を照らして確認したが、部屋には人の姿はもちろん魔物の類も見えなかった。落ちている宝を回収すれば人財産になれそうだが？踏み込もう。最初は宝の重さのせいだと思ったが、少しずつ自分たちの動きが鈍くなっていくのを感じた。体に何かがまとわりつくような不快感があるのだ。しかしこの不快感がヘルたちにあまり警戒心を抱かせなかったのは、どこかでこの感じに覚えがあるからだ。どこかで、ああ、そうだ。外に歩いている時に顔が蜘蛛の巣に引っかかって、うわあ！最初に聞いた赤ん坊の声もおそらくこいつの鳴き声だったのだろう。今や体の自由を大きく奪うほど絡まる蜘蛛の糸をかき分けながらヘルたちは蜘蛛の巣から脱出を目指した。とても戦える状態ではありません。なんとかして蜘蛛の巣から脱出しましょう。どうやって脱出するかですか。とりあえず次の絵をご覧ください。阿弥陀仁。皆さんは ABCD の選択肢の中から一つ選んで、選んだルートを使って脱出してもらいます。じゃあちょっと B を選んでみましょう。ああ、ダメでしたね。このように蜘蛛の巣に絡まってしまうと即アウト。蜘蛛の巣に絡まずに下まで抜けると脱出成功。脱出ルート中に宝箱があった場合は脱出後にまとまったお金として、アイテムかお金として入手できます。脱出に失敗した場合ですが、雲によってお金の一部と持っている魔法宝石を全て奪われる。はっはー、なるほど。制限時間、素早い選択を。時間切れの場合は問答無用で失敗。B かな。 B あー、選択すんの忘れたー。あー、お金いっぱい奪われた。これ B でいけたよな、多分 B。B でいけたなー。あばー、めっちゃ持ってかれた、宝石も持ってかれた。次こそはうまくやらねばいかんな。死神、嫌ですのは出演。これやべえやつ出てきちゃったんじゃないか？これやべえやつ出てきちゃったんじゃないか？え、大丈夫ですか、これ。大丈夫ないやつですか、もしかして。もしかして大丈夫ないやつな可能性ある。大丈夫ないやつな可能性あるよ、これ。困ったが。MDEF ダウン。即死とかしてきてたな、今な。なかなかやばそうな行動してきているが。ノーフューチャーとりあえず入れて。防御かけて。
回避上げてチアフルダンス。戦えるかこれですので。即死スタンやめろ。回避不能状態。うわーめんどくさいことしてくるこれ。ポッコちゃんダブルアクションして、アーシーインストールかけて、ウィンドリカバーだ。回復不能状態だとダメかな。ダメだろうな。バブルバリアとかもかけとくか。即死がやばい。ラックダウン、状態以上にかかりやすくなるってことか。とりあえずノーフューチャー状態にはなっている。ダバ防御力を下げたかったが、2発撃てるか。ゴーレンペイントで TP 返ってくるから2発撃てそうだな。ポッコちゃん下ろして、あ、撃てなかったー。そうか、勘違いだったわ。連続行動したのはいいけど、ダブルアクションでポッコちゃん動かして、敵の防御力を下げていきたい。サボーリロック。よし、DF も下げた。ノーフューチャーが切れてる。ノーフューチャーが切れてるけど打ち込めない。点々鉄拳。からのこれ。ゴーレムペイント、ゴーレムペイント、下ろせない。スタンが入るんならまだ戦いようがあるが。よし、スタンが入るんなら、割とまだ戦いようがある感じあるな。スタイラッパこれどうしよう。ノーフューチャー入れたいが。あ、倒せそうだな。倒せそうな雰囲気。スタン入れてるのが強い。よーし、嫌ですの倒せたー。ウルティアーズみたいな、なんか鎌手に入れたぞ今。ふぅ、とんでもないやつと戦ってしまった。鎌みたいな手に入れてたか。鎌みたいの手に入れてたが魔法系か、もしかしてこれか。毒属性16、運が下がるのか。状態以上にかかりやすくなっちゃうのか。火力、魔法火力薬うちのメンツにいないんやな。よーし、脱出成功。私のおかげと言っても過言ではなかったはず。頼りないお前たちが強くなれるようにダークデチ引き換え券1枚やろう。あざーす。さーて、プレゼントと交換。わ、ないんかーい。鍵全然ここに置いてないな。相当レアなのかな。なんか魔法書置いてあるけど。虹色のペンキを敵全体にばらまく。炎、氷、雷弱点、3ターン。はぁ、第一弱点ってないんですかね。第一弱体化させるやつ。特技書、新、ローズ。高確率で混乱と麻痺を付与する。面白そう。これ1個もらっといてもいいかもしらん。あとはそうね、セルゲットでもらっておきましょうか。はーい。ダークアイテムと交換。4個あるけどなー。ダーク寝袋ねー。まあ、しばらく貯めとくって感じかなー。特に開いてるものもないなぁ、多分。あれ？なんか右側にあったっけ？チューナゴンレンテコから紅白スペシャルもらったことがある。扉増えてるこれ。魔人ハテナハテナハテナ君を倒したことがある。こたつドラゴンの睡眠フィーバーを見たことある。睡眠フィーバーとは？そしたらもうちょい探索しますか。お？
何か面白いことの起きないかしらね。ジャイちゃん、何でもありなダンジョンを歩き倒しておいてまだ刺激が足りないの？何でもありって言っても何度も潜ると慣れてくるからな。え、じゃあ見て見て、でっかいのがいる。でっかいのにも耐性がついちゃって、今度は何？どうせドラゴンとかクマでしょ？なんだー、スフィンクスじゃん。やったー。いやー、さすがに珍しい。え、なにこれ、こんなところに出るの？待って、私たちより先に見つけた現地の子供たちが。ガヤガヤ。スフィンクスの足元に集まって落書きしてる。なんてことしてるの？これやめなさーい。ヤイちゃんの一括、子供たちはチリチリとなって逃げていった。まったくひどい勘違いだわ。こういうのに決めしたっていいのよ。有名人たる私だけってね。カキカキ。バカモン！人の善なる心を信じて変化を待っておったら、子供もお主らも変わらんではないか。いや、むしろひどい。なんで油性マジックでヤイちゃん参上って書いちゃったの？すいません、油性マジックを渡したのは私です。そうよ、私は水星でもよかったんだから。お前今度、今最後のチャンスだっただろ。今一緒に謝る最後のチャンスだったろ。もう怒ったぞ。今日で人間たちの愚かさがよく分かった。お前たち人間なんぞ一息に滅ぼしてやる覚悟せい。すると、謎々が来るんですか？やった、スフィンクスの謎々が来るわよ。みんな集まって。なんだなんだ、スフィンクスが謎々を出すってさ、マジでウケる。いや、人呼ぶんじゃない。今、わしは人間を滅ぼすって言ったの。いや、でもスフィンクスの攻撃ってあれでしょ？そう、謎々を出して答えられない相手を食べちゃうっていうね。ああ、そう、そういうこと言っちゃうんだ。じゃあ間違えたらその覚悟があるってことだな。よし、いいだろう。だったらクイズが、に正解できなかったらお前たちを温泉宿まですっ飛ばしてやるからな。え？こうは実質全滅じゃん。キャッキャ。そしてわしが出すクイズは間違い探し？は？今から出す2枚の絵を比べて間違ってるところを一つ答えよ。ただし回答には制限時間を設けて戻してもらうぞ。何言ってるの？謎々じゃないの？わしの謎々はもはや有名すぎる。朝は4本、昼は2本、夕は3本。この生き物はなんだ？人間！ほら見ろ、もう子供だって答えられるじゃないか。なるほど、確かに新鮮味がないわね。だから誰でもできて誰でも苦戦する間違い探しにする。答えが分かりきってる謎々よりそっちの方が面白いか。いいね、やろう。間違い探し。オリジナルの絵が画面に表示されます。次にちょっとだけ違う絵が表示されますので、その違いを選択肢から当ててください。同時に出るわけじゃないの。1枚の絵にどれだけ時間をかけてもいいですが、2枚目の絵が表示されてからは15秒以内に回答する必要がある。正解すればスフィンクスがあなたの願いを叶えてくれる。間違えるとなんと全滅扱いとなり、温泉宿まで戻されます。なるほど。オリジナルの絵。あー、釣りをしてる感じで帽子かぶって、何がどう変わるかだな。まあいいんじゃないか。はい、いいよ。目、エステルの目、エステルの表情、エステルの表情。やったー。一つ願い。あー、運気上げてほしいかな。やったー。初めて見るイベントだったな。さーて、こいつと戦闘してみようかなと当たってみましたが、果たして戦いになるのかどうか。とりあえずあれかな、防御しといた方がいいまであるかな、これ。防御しといた方がいいまでありそうな気はしている。まだ耐えられる。とりあえず、バフがきちんとかけられるまで一旦防御してもいい気するな。とはいえ、で、防御、ウィンドブレストもかけて、ジャフルダンス。だいぶステータスが上がってるから、なんとかなるか、これ。これ、ノーフューチャーかけて、二段階能力上げて、これで多少は戦えるか。あ、即死。即死がやばいな。即死割とやばいやつ。とりあえず TP をためんことには。よしよし、ダメージ自体はそんなに大したことない感じで戦える。
ゴーレムペイント、ゴーレムペイント、おろして、じゃあ振る。スタンとかにはさすがにならないか。沈黙とかにもならない。十分戦えますよ、これ。十分戦える。アーシーインストール切れてんな、これ。アーシーインストールかけた方がいい。かけた方がいい。だいぶこっちが、前回戦った時より、スペックがだいぶ、アイテムとかも使ってスペックが上がってるから、割となんとかなるやーつな。割となんとかなりそうなやーつ。結構いいダメージ食らう。食らうけどダブルアクションからのカーバンクル2段階。2段階上げてれば、ほぼノーダメージで抑えられるな、これ。即死がやばい。危ねえ。即死がやばいけど、なんとか危ねえ。よし、連続行動。おぉ。点点鉄拳。防御も下げて。ゴーレムペイント、ゴーレムペイント。これでいいダメージが、相当いいダメージが期待できるのでは。防御力も下げて、2段階下げて。ドッセイ、よーし、いったー。ふぅ、倒せたなぁ。そんなにいいもの手に入れなかったか、今。ラストティアーズ、持ってるやつだなぁ。なんか変な人出てきたぁ。スミちゃんの声が。あなたはスミちゃんっていうの？まあね、スミちゃんといえば、ほらね。ご存知ないのですが、釣り名人のスミちゃんですよ。ごめんなさい、そうなんですか？耳を澄ませるといえ、スミちゃんを称える釣り人たちの声が聞こえてきます。わあ、スミちゃんだ、すごいぞ、釣り名人のスミちゃんだ。自分で？いいでしょ？何を自慢しようとしているのかよくわからない。とにかく釣り人同士が出会ったからにはやることは一つ、釣りバトルなのです。特別にスミちゃんとバトルする許可を与えます。さあ、竿を取り、釣り枝、糸を垂らしなさい。させれば魚肉を得られん。当たり前のことを聖書の一節みたいにやりますけれども。操作はいつもと同じですが、特別なルールが加わる。10秒間釣り糸を垂らして1匹だけ釣ります。結果、より大物を釣った方の勝ち。はぁ、大物が釣れやすい。普通にやればいいのかな？せい、シャリンエビ。巨大なエビ、どうだ？ほう、シャリンエビですか。3ポイントは3ポイント。仰天うなぎ。はぁ。勝てるとなんかあるのかな。さすが EX ダンジョンで一番大きなキャンプ地。いつ見ても冒険者たちで賑わってますわ。ぷーぷー。かわいい。あちらでは火起こしている方が、あれ、ダークデリチちゃん。ご苦労、今日も私の存在感を増すために。火が消えそう。お前たちにはできない一人キャンプを。よし、こうやって一人キャンプをすることでお前たちのような群れて遊ぶ奴らにはできない存在感をな。あ、火が消えそう。ふふ。火種が少ないのかしら、何かお手伝いできることはある？手助け無用、私はいつでも一人で乗り越えてきた。ヘルチン、こんなの手伝ってやる義理はないでし。デリチちゃん、でもね。ヘルチン、ここにたまたまのカレーのルーがあるでし。あいつたちで、デリチたちであいつの作るご飯よりももっと存在感のある料理を作って存在感を示してやろうではないか。ここで勝負をしようってことでもね、勝負より仲良くした方が。はい、じゃがいも、皮むき器借りてきたからね、洗ってからね、ゴシゴシ、あの、だからね。しまった、肝心のお米を忘れちゃったよ、どうしようかな、ね、どうすればいいと思う？ああ、ふふ、そういうことね。カレーライスが出来上がってしまった。美味しい。勝手に私の炊いた米を使うのは、だいたいその、私はご飯だけでよかったのに。お米だけ忘れたんでしょ、お詫びにカレーのルーをあげるでしょ、じゃがいもたっぷりですよ。お前は本当にうっかりさんなら、そういうことなら人助けだと思って食べてやろう。かわいい。美味しい。なかなかに腹が溜まる料理だった。久しぶりに腹いっぱいで気分がいいぞ。ダークデチ引き換券。やった。さらばだー。最終的にどうなるんだろうか、これは。さーて、また来たが。うわー、ないー。ない。これもらって、とりあえず。はい。
ちゅうところで、今回は一旦この辺にしておきましょうかね。うん、なんかいいものくれ、なんかいいものくれ、なんかいいものくれ。特になし。エメラルドアーブ持ってる気がすんな。ちゅうわけで、はい、今回この辺にしておきたいなと思っております。また次回次のパートでお会いしましょう。またねー。